ああ、もう夏も終わりですね。あ、九博って出るらしいんですよ。ご存知でしたか？今年の夏はどうだったんでしょうかね。出たのかな。さあ、じゃあ始めましょう。今井涼子のラジラオジオでで九九博。博。はい、九博で考古資料を担当してます今井です。早速ですが、お便りをと思ったんですけど、ちょっとその前に言わなきゃいけないことがありました。いつもの収録場所より広いところに来てます。ちょっといつもと声が違って聞こえるかもしれません。で、お便りですね。はい、思い出の九博ということで、福岡県にお住まいの森蔵さんからいただきました。コロナの前にはよく九州国立博物館の夜間展示を見に行ってました。その時、101回目の米作りという劇を展示室でしていましたが、本当の学芸員も劇に参加し、非常に興味深い内容でした。101回とは言わないですが、このような劇をしてもらえればより九博に行きたいと思います。森蔵さん、お便りありがとうございます。101回目の米作りをご覧くださったわけですね。興味深い内容でしたか？本当に？関係者一同大変嬉しく思っております。改めてご覧くださいましてありがとうございました。101回目の米作りをご存じない方のためにちょっとだけ説明しますと、日本の歴史上、そして日本の対外交流の歴史上、稲作の伝来と開始がとっても重要な出来事だということを、新しい技術である稲作を始めることが実は簡単ではなかった、大変なドラマがあったんだということを分かっていただきたくて、作ったお芝居が101回目の米作りでした。プロの俳優さんとともにですね、稲作を紹介する展示を担当している学芸員も出演しました。またこのような劇をしてもらえればとおっしゃってますが、次回作の構想はあるんですか？ああ、あるそうです。ぜひ楽しみにお待ちください。さて、今日はですね、前回に引き続き、バックヤードの話をしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。Coming to you from Kyushu National Museum。 では早速最初のコーナーに行きましょう。バックヤードへカモン。このコーナーは博物館のバックヤードを紹介するコーナーです。九州国立博物館はバックヤードツアーというのもやっていまして、前回はオンラインでの開催でした。今回はツアーでは見られないところを紹介します。はい、ゲストに来ていただいたのは総務課施設係の久保田さんです。久保田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、感染対策のために2人ともマスクをしてます。はい。頑張って声張ってますけど、ちょっと聞き取りづらいかもしれません。あとですね、今ちょっと地下に来てるんですけど、ずっと機械の駆動音がしてまして、これもちょっと聞き取りづらさの原因になっちゃってるかもしれないんですね。大丈夫かな、聞こえてますか？はい、ではですね、わざわざこの地下に移動してきて何の話をするかと言いますと、今日はですね、エアウォッシャーについて教えていただきたいと思っています。というか、そもそもエアウォッシャーって何でしょうかね、久保田さん。はい、はい。エアワッシャー設備とはですね、空調設備の一部で、名前の通り空気を洗ってきれいにしている設備になるんですけれども、文化財を維持管理する上で非常に重要な設備になっています。なるほど。ちょっと待ってね。具体的にどういう方法でこう空気を洗っきれいにてしてるんでる。すかね。はい、洗ってる。そうですね。空調機の中でですね、水を霧状に噴霧している部分がありまして、その水を噴霧しているところを空調機で吸い込んできた空気ですね、外の空気ですとか部屋の中の空気を
その水噴霧しているところを通すことで、水が汚れを吸着して、空気をきれいにするような形の設備になります。霧みたいになっているところを、はい、こう空気をと通らせるっていうか、そうですね、そんなイメージでいいですか。はい、と具体的に今目の前に機械がありますので、ちょっと見てみたいと思います。はい、あ、お願いします。はい、あ、なんか小窓みたいなのを今開けてもらいました。と機械の中でですね、水が霧状に噴霧されてまして、この中を空気が通ることで水がきれいに洗浄されて、きれいな空気が部屋の中に戻っていっているような形になっています。ですね、これなんて言えばいいのかな。霧状だから、まあ、噴水とかシャワーよりもずっとずっと細かい、はい、そうですね、状態で水がこう吹き出しているところに、はい、をこう空気が通過していくように空気を送り込んでいるということですかね。はい、今ちょっと機械の中を見れる場所があって小窓を開けてもらったんですけど、ひたすら水がこう、なんだろう、小窓に当たって流れているとこしか見えないですね。そうですね、はい、今空調機が動いているのでずっと水が噴霧されて回っている状態になります。あ、なるほど。で、こうしてきれいにした空気は館内の、どこに行くんでしょうか。はい、収蔵庫や展示室といった文化財を普段保管したり展示したりしている部屋にこの空気が送られています。うん、お、そうなんですね。はい、我々職員がこう仕事しているお部屋には来てない。そうですね、一応こちらの設備が文化財の劣化を防ぐための設備になりますので、あ、はい、文化財の劣化につながる物質の除去を目的とした設備になります。うん、はい、あ、なので、収蔵庫と展示室、文化財があるお部屋に送り出されているってことですね。はい、はい、さあ、水の力で、まあ、空気中の、まあ、塵とかゴミとかなんとかいうものを、まあ、洗い流しているというか洗い落としているというか、まあ、そういうことなんですけれど、はい、ということは当然水は汚れていきますよね。そうですね。で、使い終わった水は、はい、もう排水してしまうだけですか。再利用してまして、一応噴霧された水ある程度循環して同じように噴霧して使っているんですけれども、ある一定以上汚れてくると空気を洗うのに適した水ではなくなってきますので、はい、自動的に排水される設備がついています。で、排水された水に関してはですね、はい、すぐに下水に流れるのではなくて、はい、館内で適切に処理されまして、トイレの便器の排水ですね、はい、トイレを流す水に利用されてます。あ、そうなんですね。はい、ははは。あ、じゃあもう汚れちゃったからって言ってさっと排水してしまうわけではなくて、処理水としてまた再利用するってことですね。はい、はい、なるほど。じゃあ、そうそうそう、この機械にやってくる空気っていうのは、はい、これはどこから取り込むんですかね。外気ですよね。そうですね、はい、外気とあと室内から戻ってくる空気もあるんですけれども、はい、外気はですね、博物館の横に吸気塔というちょっと地下から立ち上がってる建物がありまして、はい、そこから外の空気を取り込んでいます。この空気が地下の空間を通ってこちらの機械の方に入ってきています。なんでそのわざわざ地下の空間を通るんですか。いや、それは単にこう、なんだろう、直接吸い込んでもいいんじゃないかと。吸気筒から、うん、そう、吸気筒から、なんだろう、場所の問題とかじゃない。こちらはですね、省エネにちょっと効果がありまして、はい、具体的にはですね、地下の空間が夏は外より涼しく、はい、冬は外より暖かく
なっているものですから、そういった地下の空間を通して外気を取り入れることで若干直接取り込むよりも室温に近い温度で外気を取り込むことができます。そうすることで空調機側の温めたり冷やしたりする量が少しでも減らせるようになってまして、省エネにつながってます。あ、そういうことなんですね。空気のその温度、気温をちょっとそこで調整っていうか。そうですね。若干の違いにはなるんですけれども、少しでも、寒すぎず暑すぎない空気を取り込もうというところで、そういった形の取り込み方をしてあります。なるほど。そうしたら、このエアウォッシャーは空調機ですよね。で、そしたらその、取り込んだ空気が、地下の空間を通ってこの機械まで来ると、そしてここで、塵とかなんとかを洗い流して、きれいな状態にします。そして適切な温度と湿度に調整して、管内に送り出すわけですけど、温度の調整は、なんとなく想像つくんですね。温めるか冷やすかなので、ただ湿度というのはどうやって調整するんでしょう。そうですね、湿度はですね、こちらもこのエアワッシャーを取った後調整してるんですけれども、まずエアワッシャーを通ることで、水の噴霧されている中を通りますので非常に高い湿度になります。その湿度が高くなった空気から、除湿をすることで湿度を調整するんですけれども、そのために、ワッシャー層を通った後ですね、空気をさらに冷やして、それをその後に再度加熱して適切な温度に戻すことで湿度を調整しています。具体的にはですね、ちょっとややこしい話になってしまうんですけれども、温度によって空気中に入っておける水分の量が違いまして、そうですね、温度が高い、温度が高いとそれだけたくさん水分を含むことができるんですよね。温度が低いとそれだけ水分入らないんですけれども、温度を下げることで、例えば例を申しますと、20度で10ぐらいの水分が入っておける状態があって、10度だと5しか入れないというような場合だった時にですね、ちょっと数値はすごい適当な数値で今言っているんですけれども、20度で 100% の湿度の空気を一旦10度まで冷やすことで、もともと20度では10入っていた水分が、10度になると5しか入っておけないものですから、残りの5は水分になって結露して取り除かれます。そうですね、で10度で5の水分が入った空気ができるんですけれども、その空気を再度温めて20度に戻してあげることで20度で5の水分が入った空気ができます。なるほどなるほど、そうすることで、20度は10までもともと入ることができるので、10のうち5入っているということで20度湿度 50% の空気ができるってことですね。できるような仕組みになっています。だから、一旦温度をぎゅっと空気の温度をぎゅっと下げることで、湿度 100% の状態にして、でそこから温度を上げるところで、その何パーセントになるように、だから、50% なら 50% にしたかったら、そのパーセントになる温度まで下げた後に、一回下げて 100% にした後に、希望する湿度になるところまで温度を上げる。そうですね、あれ、温度は出てくるときに何度がいいっていうのが決まっているので、それもありますね。その温度で何パーセントっていう湿度が条件決まってんのか、クリアできるように、そのぐらいの水分の量になるように温度を下げる温度を調整して、なるほど、 100% になればいいってわけでもないわけですね。そう、下げるだけ下げて実
実際戻した時に適切な湿度になる、なるような水分の量で、あ、そうか、水分量になるところまで下げる、はい、そして再び上げて、はい、で温度も湿度も条件に合った状態にして部屋に戻して、収蔵庫とか展示室に送り出す、はい、ああなるほど、はいはい、結構面倒くさいって言ったらあれですけど、結構調整大変そうですね、まあ、この辺はですね、はい、もうあの自動制御で、ああそうなんですね、設定値だけこちらで指示してあげれば機械が自動的に、なるほど、はい、あそうなんですね、あということはあのこの人いつもこう、いい状態で動いてくれないとちょっと困るわけですよね、はい、私たち、そうですね、適切な温湿度を保つためには、はい、まあ、重要な機械ですね、はい、この人ね、はい、わかりました、まあ、展示を担当しているというか文化財を担当している研究員は、はい、まあ、あちこちで温度と湿度が大事なんですっていう話は、はい、するんですけど、はい、具体的にじゃあどういう方法で、温度と湿度を調整しているのかっていうところまでは実はみんな多分私も含めてよく分かってなかったんじゃないかと思うんですけど、はいはい、今日ちょっとお話聞けていろいろ分かりました、はい、ありがとうございます。下の空調機で行われてます、はい、あ、こんなに大事な機械だったと思いませんでしたね、はい、はい、本当いろいろ勉強になりました、はいはい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。98.9 Radio at QHAKU、はい、地下から、収録場所に戻ってきました、先ほどはちょっと機械の音とかがうるさかったですけど、ちゃんと聞こえてましたでしょうかね。あと、なんだ、湿度の調整のところがちょっと、難しかったですけど、分かんなかった人は繰り返し聞いていただければと思います、さて、お知らせがあるんですね。はい、じゃあ翔子さんお願いします。はい、夏の特別展はもう終わってしまったんですけれども、4階の方では特集展示を2つ引き続き行っております、はい、前も紹介したものになりますが、古代ガラスの世界岡山市立オリエント美術館蔵品展、こちらがですね10月3日までですね、今ですねホームページの方で作品紹介をスライドショーでですね公開しているところです。私もですねこの展示見たんですけれども、すごい可愛い模様のガラスがたくさん展示されているので、まあ、スライドショーでもですねお楽しみいただけるということで、まあ、このおうち時間もですねお楽しみいただけると思います。そうですね、はい、それからはい、もう一つはですね、はい、没後350年記念、民国からやってきた記載物資反動性ですね、こちらが10月10日の日曜日までになっています。はい、なかなか迫力ある展示で、そうですね、はい、入り口の演出が結構すごいんですよね。そうですね、会場に入る前に入り口に向かってこうカメラを向けてバシャッと撮るとなかなかすごいインパクトな写真が撮れます。そうですね、もう入る前から驚かされるという、はい、結構すごいですね、はいはい、ぜひ見に来ていただけるといいなと思っております。はい、お待ちしてます。お待ちしてます。それではですね、お便りを紹介しましょう、ミュージアムショップに関するお便りが2通来てますね。はい、大分県にお住まいの大分わんこさんからいただきました、ミュージアムショップの売れ筋が知りたいです。ちなみに和三盆をゴールデンウィークに関東で配ったら好評でしたというふうにいただきました、はい、大分わんこさんどうもありがとうございます。ですね、ミュージアムショップの売れ筋を、ショップの平田店長に伺いました、一番の売れ筋は張り聞き書きグッズですと、張り聞き書きというのはですね九州国立博物館の、まあ、所蔵品の一つでして、人の体の中に、まあ、虫がいて、その虫のせいでお腹痛くなったり病気になったりすると、至極真面目に考えられていた時代がありまして、
まあ、その体の中にいる虫とその虫の退治する方法とかをですね、書いた医学書があります。これが針利き書きっていうんですね。でこの針利き書きに出てくる虫をフィギュアにしてこうちっちゃな瓶にですね詰めたものが人気なんだそうです。610円税込みだそうですね。でそれから針利き書きのクリアファイルも売れてるそうです。それからさらにですね針利き書きは関連の書籍もあります。絵本になってるものもありますね。そちらも大変人気があるということです。他にはですねサラサ、サラサっていうのはこれなんて言えばいいんだ、染色品ですね。布地なんですけれどもこのサラサの模様をあしらったグッズが大変人気があるそうです。チケットホルダー、360円税込みやマスキングテープ320円税込み、はい、こういう、グッズが人気があるということですね。はい、大分わんこさんお分かりいただけたでしょうか。ぜひお土産にどうぞ。さて次のお便りが、福岡県にお住まいのゆきさんからいただきました。はい、先日初めて旧博のミュージアムショップに寄りました。その中でも一目惚れしたのが大塚古墳の壁画をモチーフにした野鳥です。表紙に白押しされた馬や三角門が可愛らしく、また裏表紙には円門が星のように輝いていて、シンプルながらも素敵なデザインだと思いました。そこで質問です。このような博物館オリジナルグッズは学芸員の方が考えているのでしょうか。またこの野鳥のデザインについてエピソードがあれば聞かせてくださいということですね。はい、ゆきさんお便りありがとうございます。野鳥に一目惚れですか。はい、ゆきさんお目が高いですね。で野鳥ですよ。野鳥っていうのはですね野の鳥の野鳥ではなくて野原の野に帳面の帳と書きます。屋外で立ったまま筆記できる硬い表紙が大きな特徴の作業服の胸ポケットに入るサイズのノートなんですね。測量する人とか発掘調査する人とかがよく使います。さてこの野鳥の誕生秘話について担当職員に話を聞きました。九博オリジナル野鳥は学芸員が考えました。2015年に開催された特別展日本発掘展発掘された日本列島2014の教育普及プログラムとして館内の考古担当者が使った野鳥を展示するという企画を行いました。その関連で九博オリジナル野鳥を作ろうということになったのです。デザインは九州の考古の代表的なものがいいならば装飾古墳の模様だということになって、大塚古墳の馬が可愛いよねとか、日の丘古墳のぐるぐる門すごいよねっていう話になり、その2パターンを作りました。ショップでは今でも人気で2つ一緒に買って帰る人が多いそうです。税込み385円です。他のグッズはミュージアムショップの方が考えるパターンと、ショップの方と学芸員が一緒に考えるパターンがありますということですね。せっかくなのでちょっと野鳥についてもう少しご紹介しましょう。サンプル持ってきました。まず一つはですね、ゆきさんが一目惚れしたという大塚古墳の壁画をデザインしたものですね。でもう一つが日の丘古墳という古墳の壁画をデザインしたものです。どちらも大塚古墳も日の丘古墳も、福岡県にある装飾古墳です。興味がある方は調べてみてくださいね。でまず大塚古墳バージョンですけども、こう表紙の上下に、連続三角門、これ三角形を連ねた文様ですね。この連続三角門をあしらって、で中央に牙ですね、人を背に乗せた馬、馬に乗った人じゃなくて人を背に乗せた馬です。こう馬が主役です。馬を配置してます。で裏表紙は表紙と同じ三角門と騎馬像に加えて、ゆきさんがおっしゃったみたいにこう星座を表す丸い文様があしらわれています。日の丘古墳バージョンはですね、表紙に同心円門とわらび手門、そして裏表紙の中央に可愛く、わらび手門を配置してます。わらび手門っていうのは山菜のわらびですね、あれに形が似ている文様です。どちらのバージョンも表紙をめくるとですね、左のページに装飾古墳の文様の解説があります。
で裏表紙をめくると、左のページに体を使った測り方を紹介しています。でですね、裏表紙にはですね、定規として使えるようにメモリが打ってあります。中身のノートの部分は方眼ですね、方眼紙になっています。はい、ポケットサイズのノートとして皆さんお出かけのお供にお一つどうぞ。はい、ということで、ミュージアムショップに関するお便り、こんなにいただくとは思いませんでした。ありがとうございます。お便りはですね、九博のホームページとはがきで受け付けております。詳しくはホームページをチェックしてください。そうですね、お便りの内容はなんかいつも言ってますけど、作品について教えてくださいでもいいですし、学芸員の仕事について聞きたいことでもいいですし、思い出に残る特別展や特集展示でも何でも大丈夫です。皆さんどしどしお寄せください。お待ちしてます。それでは今日はこの辺で、また次回。